ジェームズ・クレーグ・デビット・アーラン・ジェームズ・クレーグは、スコットランドの建築家、エディンバラ新市街を設計した人物として知られる。出生は1744年11月13日、火曜日と記録されているようで、誕生は従来1744年とされている。しかし最近の研究で、出生したジョージワ・トソン病院での記録としては1739年10月31日と、 なっている。その後の経歴記録によると、1748年に学校入学となっていて、彼が4歳で学校に通い始めたことになり、1744年の日付は従って間違っていると解釈される。クレイグは、商人ウィリアム・クレイグと、詩人ジェームズ・トムソンの妹のメアリー夫妻の息子として生まれる。父ウィリアムは、 エジンバラインチで商人そしてキルドのディーン・ロバート・クレイグの息子。当時商人の指定を教育するために開校されていたジョージ・ワトソンのところで教育された。クレイグは1755年にパトリック・ジャミエソンの下で石膏修行につき、エジンバラの石膏及びライツから1764年にセメアリー協会の担当を受け、定官により就職石膏のギルドとなる。 正式な建築教育も受けていなかったようで、エディンバラの仕事に就くまでに唯一知られているのは、1763年まで遡ると、新北部教会地築提案の図面が知られている。エディンバラ旧市街の上塚は17世紀後半から、示唆されてのことで、市長ジョージ・ドラモンドは、湖北のフィールドを包含する教会へと市街を拡張することに決定する。 1766年1月に開催された計画設計協議では6計画が出展され、クレーグ案が最高案と選出され、最優秀を受賞。ただし彼のデザインは、最初は、ジョン・アダムやウィリアム・メルンといった建築家らを含む審査委員会により、建設実施に取り掛かれるよう、クレーグの最終案を手直しの支援を行う。こうして1767年に計画は、 国王ジョージ3世に発表された。計画では、3つのパラレルメインストリートからなる、単純な直線配置にプリンセスストリート、ジョージストリートとクイーンストリートを、末尾のそれぞれの正方形とセントアンドリュースクエアや、シャーロットスクエアを結節して構成している。このアイデアは、結局採用されなかったが、クレイグは後に、開発の中心に、 大きなサーカスが含まれるよう計画を修正している。建設は東のセントアンドリュースクエアから始まり、クレーグの死後まで続く。シャーロットスクエアは1800年に完成する。クレーグは街のレイアウトのみを担当していて、新しい建物の外観には設計へ関与はしていない。こうしたクレーグの初期の成功を見ても、実際は経済的に困難な状況を見つけることが多く、 晩年には作品の安定供給を維持するのにも苦労していた。1773年に新市街の東にセント・ジェームズ・スクエア。1774年に旧市街の南のマーチャント・ストリートと新たな開発のためのレイアウトを準備し続けている。代表作品の残りはほとんどがこれらの両方の開発においての建物ファサード担当である。 セント・ジェームズ・スクエアの反面に作品はまだ残っているが残りはすべてセント・ジェームズ・セントラル・センター建設のため1950年代に壊されている1786年にはロイヤル・マイルに沿ってスクエアと三日月上のオールドタウンを改造するための提案を含むエディンバラ市改造計画案を発表プロジェクトの最後の一つに新たなグラス号発展のため グリスウッド開発計画を策定。19世紀までに建設された開発外区は今日でもそのクレーグの厳密なグリッドレイアウトを見ることができる。大規模な建物では王立エジンバライカ大学ジョージストリートの石ホールがある。ただし、建設コストが大学とクレーグ間の意見の相違につながり、また建設された施設は不便であることが判明。これによって、 1843年取り壊され、ウィリアム・ヘンリー・プレイフェアによって、ホール銀行に置き換えられた。1775年、カールトンヒルに新天文台案を計画。ゴシック様式の天文台ハウス等と呼ばれる建物は1777年までに、費用の関係で一部のみ完成する。これも1818 18年には、プレイフェアに置き換えられたが、1792年に、 完成した。1777年から1781年にかけては、聖ジャイルズ大聖堂改装に従事、また、エディンバラ植物園を引き受け、さらには、リース通りの業務に従事、1780年にリースに、新しい外区を作るために契約者に任命され、ビルコードの設計管理担当まで任されたが、外区の技術的側面についてまでは任されていたという。 わけではなかった。それらは1950年代に一部壊されたが、正門と板書が現在まで残っている。また、作家のジョージ・ブキャナンを記念するセント・マイケル墓地のフラートン記念碑、インバースク及びキラーンの100フィートの記念碑といった、クレーグによる2個の作品が残っている。エディンバラニュータウンとスコットランド啓蒙主義、ザニュータウン・オブ・エデンバーグ。 アンドザ・スコティッシュ・インライトゥンメント・コンドー・アリシ、ジャーナル・オブ・アーキテクチュア、プラニングエンバイロメンタル・エンジニアリング、トランザクションスオブ・アイオー、249から255、1998年12月30日、アーキテクチャラル・インスティチュート・オブ・ジャパン。ありがとうございます。